白石市のスまる屋敷で始まった作品展には広島県出身の藤田恵里子さんをはじめアメリカやフィンランドなど合わせて13人のアーティストが白石和紙を使って制作した作品30点が展示されています白石和紙は伊達政宗が生産を奨励しました丈夫で耐久性に優れていて宮城の伝統的工芸品の一つですこちらは アメリカのシェリー・ブラックさんの作品で、ビーズを和紙に縫い付け刺繍を施していて、白石和紙の強さと繊細さを表現しています。同じくアメリカのアマンダ・スミスさんは、コロナ禍に自宅でキャンプファイヤーをする様子をキルトの作品に仕上げました。訪れた人は白石和紙の魅力を生かした個性あふれる作品を堪能していました。 布みたいにして使うこともできるとかあ、いろんな使い方ができるんだなっていうのを感じました和紙でこん,なこ,こんな作品が作れるんだっていうところ、あの新しい発想を,をぜひあの楽しんでいっていただけたらとこの白石和紙を使った作品展は、白石市のすまる屋敷で今月11日まで開かれています。